正門と別館林工閣は群馬県前橋市大手町にある近代和風建築の迎賓施設。本館、別館、茶室は国の重要文化財に指定されている。本館1884年9月竣工。当時の群馬県令、か取りそびこの提言がきっかけとなり、前橋の企業や町民有志の協力と募金により、迎賓館として建てられた。建物なの。 銀行は、利根川に望むの意である。建物は、木造二階建て、入りもや造り、三河原武器。一階には、一の間、次の間、三の間、控えの間を設け、建物西側の突出部には、奥座敷、次の間がある。一の間は畳を外せば農部隊として使用できる、室内になっている。二階には、一の間、次の間、控えの間がある。 京都の宮大工、今井玄米によって、本館より2ヶ月遅れて1884年11月に完成した木造平屋建て。東側に8畳の書院、西側に4畳半の茶室を設ける。書院部分は寄せ棟作り、茶室部分は入りもや作りでいずれも三河わらぶとする。別館1910年に群馬県の主催で開催された一府十四県。 連合共進会の寄品館として建てられた。木造2階建て、入りも屋造り、三河原武器の建築である。1階には和室五室と60畳台の洋室があり、2階は180畳台の大広間とする。延べ床面積は約1001.02平方メートル。2階の大広間に創建当時になかった部隊が設置されていたが、平成の大修理で撤去して、 創建当時の姿に戻すことになった。大広間は詩人の萩原作太郎の結婚式でも使われた。築100年を過ぎたため、2016年3月より1年半近くをかけて耐震補強工事を含めた大規模な改修工事を実施し、2017年9月より一般公開を再開した。本来は2015年より実施予定であったが、 NHK 大河ドラマ、花も湯の放送に合わせて観光客を誘致するため一年先を送りにした。ありがとうございます。